ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーピット高井川の戦い、山岳編ですね。第14話になります。ではね、まあ前回暇なので攻めたんだけどね。まあそんなところですね。どうだろう。前線布告は、ノップはまだできないね。うん。そんなとこかな。うん。まあ、まだ暇なんでね。普通にね、調査料をね、まったりと攻めて攻略していきましょう。この志必ずや果たしてみせようぞ。あ、リュードで応援するよ。手を貸してやろう。これ勝てないんだよね。まあいいや。リュードじゃお前そこ勝ってくれよ。勝ってくれたらうちも攻めるよ。おー、シモさん頑張って。手を貸してやろう。じゃあうちらがあれだね、手を貸すほどのものでもないね。この戦は島津とこれで勝ってくれる。あー、そしたらあれだね、長宗我部も講和した方がいいかもしんないね。まだあと10回にさらね、増撃感問題ないね。長宗我部も残しといてやった方がいいよね、島津さんに。うん。今日86か、まだ。一番もう復活したか。報告いたします。たったこんだけの期間でさ、NPC の場合はさ、すぐ復活するよね。うちらがやると、復活しないよね。多様な策はいかがでしょう。こんな感じか。これにて表情を終え。ずるいよね、NPC ね。武足取り行こう。あ、こっち取り行ってもよかったな。武足遠いんだよな。こっちの方が近いんだよな。こっちの方が絶対近いよね。こっちに変えよう。ゲチよ。行こう。出陣するぞ。は。で、ノブを行くほど暇じゃないよね。ノブもほぼほぼ兵回復してるもんね。まだできないね、戦争ね。できないね、多分ね。ここだもんね。できないね。あ、900でしか、もう900しか出せないんだ。へぇー。継続あった。かしこまりました。で、いいかな。で、取引の動画を行いましょう。長宗我部に振ったと。下ったと。これ、勝ってないね。悔しいなぁ。2万だそう。もう負けらんね。負けらんね。もう負けらんない。出陣するぞ。五章はまだゼロのまんま。他愛のないもの。入場しとこうか。で、一応つながったから一応守れる。うん。報告いたす。諦めた。先月の終始です。ゲチよ。はっ。じゃあどう？勝ってる？勝ってはいないか。勝ってはいないか。まあ、こっち切り捨てでもいいね。うん。一応同盟だけど。
手貸してくれとも言ってこないんだし。取引を行いましょう。取引を行いましょう。また評論42円に上がったぞ、今度39円から。高いな。勝てるでしょ。志果たすまで決して負けはせぬ。これも勝てるでしょ。もう一回当たる。ゆるぎまさん、ありがとうございます。志果たすまで決して負けはせぬ。うん、ほい。59日。ここ取れるね。取ろう。間違えた。操作間違えた。次のさ、あれにはさ、こんなさ、クリックとかさ、これ操作性はさ、もっと改善してほしいね。進め。ほんのちょっとのさ、クリックでさ、あれ？これは、かしこまりました。勝てない。かしこまりました。200しかいなかったの、帰ってきたのかい。で、ホイだけしとこう。もっとなんか、操作性を、なんだろう。結構クリックで疲れるんだよね。報告いたす。先月の収支です。ご命令を。それは改善してほしいね。なるべくクリック回数をさ、減らす。多く、動かしてさ、あれしてるから楽しいためじゃないんだよね、きっと。ねえ。なんかさ、あれではなんか、ほぼほぼ AI で動くみたいな感じで。別にそれは操作性がなくて、どのこうのとかって言ってさ、なんかさ、開発のプロデューサーなんか言ってたけどさ、そこじゃないんだよね。取引を行いましょう。操作性を難しくするからって言ってあれの時なんだっけ、なんかさ、初めてリアルタイム性が導入した時のやつとかってあれすげえ難しすぎたからね。助太刀いたす。助太刀するぜ。敵が我が領内に向かっております。ああ、来たか。これとは親善や、あるけど、同盟はできないか。なんか、ノブさ、来たともここら辺終わってんじゃん。これ6600持っとこうか。近場からだけでいい。で、あとここら辺か。2200、こっから出そうか。こっから1部隊でいいね。お前らこんな集めてくんのかい。じゃあ2万1000にしようか。なるべく近場だけ。これで2万1000出ない？出ない。これで2万1000出るでしょ。出陣せよ。
これも2万1000出せばいいでしょ。こういうところは23日返そう。これで2万1000ドル出そう。2万2000ぐらい。出陣するぞ。で、あ、ここで当たるんだったら絶対勝ってるじゃん。あ、ここで2万1000出そうか。あ、いいでしょ、このぐらいで当てていけば兵が借りるでしょう。2万1000、2万2000ぐらい。出陣するぞ。で、余った部隊がこっちを守りに行けると思う。これで、いいか、これで、ほっぽっとこうか。この城、もらい受ける。かたじけない。行くぞ。進め。1万3000。行くぞ。準決勝勝ってるはずなんだけど。勝ってるね。多分大丈夫。多分ね。方位60センチ。めんどくさいから2にしとこう。天も人も俺に背くことは許さぬ。で、牢城で37日か。これ取られちゃうな。というか、集めてこねえじゃん。集めてこねえじゃん、お前ら。天も人も俺に背くことは許さぬ。ああ、なんか夢武将。後取りだね。よかった。領主保全か。報告いたす。これより表情を行う。軍事論議で62、55、50。これにて表情を終え。欲しいのないね。お、武将いっぱい入ってきた。姫武将もまたいるね、一人ね。かたじけない。取引を行いましょう。おっと、また。その程度勝手にやってもらった。ああ、スキルあるね。勝ったら今大丈夫。取引を行いましょう。かしこまった。点で推薦択で、訴追を上げとこう。承知。で、あれでしょ。勢力で。もう1万超えて、1万2000か。だいぶ入ってくるようになったね。取引を行いましょう。こんな感じでいいかな。まあ、これ取られちゃうけど、まあ、しょうがない。1万1300とこっちに来るか。ああ、いいじゃん。天も人も、俺に背くことは許さぬ。長島強行、方位にしとこう。長島いくらでもね、やってもらって構わないんで。志果たさずして、賞は終えられぬな。勝てるね。皆の者、大義であった。そしたらこっちからまた持ってきたいね。ないらないね。27いらない。24いらない。26いらない。こんな感じかな。取ったら意外と早めかな。1万5000持ってきゃいいでし
出陣します。1ヶ月4万かで、2万ぐらい兵があのフェロフェルから2万兵で、あ、10ヶ月ぐらい、10ヶ月で持つね。うん、いいでしょう。これ以上、あれを出さないようにしないとね。出兵してる兵をね、変えないようにしないと。負けられぬのでな。行くぞ。進め。方位60日。これ勝てるね。我が部、天下に示す。で、次当たったらどうよ。次当たっても勝てる。あと2回は勝てる。使いの者が来たようです。あ、無理無理。まだ死にとうない。おっと、また。もう全員固まっちゃってるよ。ご命令を。全員固まっちゃってるよ、出したみたい。散らばそう。散らばってもらおうか。清津に行ってもらおうか。後に続け。島左近さんは。手を打とう。打ってくれって。左近さん、この、ここでいいか。こっちはもう、あれ取られちゃうからね。うん。もともと評論入らなかったからね。商業。承知。ほっ。取引を行いましょう。じゃあ進めてこう。口惜しきことだ。うん。それはもうしょうがない。お味方が捕らえられました。まあ捕らえられたのもしょうがない。志果たさずして賞は終えられぬな。強行包囲にしとこう。包囲91。で、ここら辺こっち行きたいけど。行くためのあれがいないね、兵がいないね、兵がいねえわ、兵も武将もいねえわ、この辺で出しちゃったね、いない、しょうがない。うん、包囲にしとこう。貴様の部では我らは止められぬ。行くぞ。いいね、いいね、いいね。もう、長宗我部はこの戦争で落とし切っちゃおう。報告いたす。先月の収支です。ご命令を。じゃあ、商業進めて。かしこまりました。取引を行いましょう。取引を行いましょう。あ、なんか農業できる？種まいて。はっ。取引を行いましょう。だいぶ減ってきたね。この志。20万ぐらいから15万ぐらい。必ずや果たしてみせようぞ。これも勝てる。我が部、天下に示す。もう一回勝って、それでもう勝てなくなっちゃうね。これ、あと何日だ、これ。あと2ヶ月。じゃあ、進めていこう。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。いいね、いいね、いい、いいんじゃない。出陣するぞ。長宗我部も見えてきたね。うん。強行入れとこう。3回ですか、ここは。
報告いたす。したら先月の数日、あれだね、あの防衛してこれより表情を行う。いいか、待てよ、軍事と商業かなんかそういうやつやっとこうか。6547、こんな感じか。これにて表情を終え、軍商業なのにな。あ、軍事コインでは足りないのか。これであれだね、あの軍事ポイントがあれば本気力アップ取れるね。海加工とか取りたいけどいいや。ゲチよ。で商業を進めて。はっ。取引を行いましょう。継続アップねして。はっ。取引を行いましょう。で評論買って、ありがとうございます。はい、ということでね、14話はこの辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。